放送席、放送席、3連勝のベイスターズ、今日のヒーローは中川颯人投手です。まず3連勝を飾りました。チームを代表して今の心境いかがですか？いや、そうですね、本当にチームの雰囲気も良くてすごい流れに乗っているので、それを断ち切らないで良かったです。はい、今日の中川投手の出番は1点を勝ち越して5回3番手でマウンド、1番からという攻撃を迎えるピッチングでしたけれども、振り返っていかがでしたか？そうですね、僕自身中11日空いてたんで、少し不安な気持ちもありましたけど、体は元気だったので、しっかり腕を振って投げることができてよかったです。そのピッチングですけれども、2イニングを投げてパーフェクト、三振も3つ、見事でしたね。ありがとうございます。手応えどうでしたか？いや、そうですね、戸場さんがしっかりリードしてくれたんで、それを信じて、しっかり腕を振りました。その中川投手の後を受けた山崎投手も力の入ったピッチングを見せました。この3連戦リリーフ陣無失点で抑えています。いや、そうですね、シーズン中は結構迷惑かけてしまった試合も多かったので、リリーフ陣もすごい一丸となって、頑張っているので、みんな結果残して良かったと思います。3日続けての接戦を制しました。そしてベイスターズはいよいよ日本シリーズに向けての王手をかけました。明日に向けて一言お願いします。そうですね、目の前の1試合、1球にしっかり集中して、先のことは考えずに、全力で戦っていきたいと思います。また素晴らしいピッチングを期待しています。はい、頑張ります。今日のヒーロー中川颯人投手でした。放送席どうぞ。